何してんの。ラブラブラブスはい、これはね、嘘偽りなく全部ファンの方からいただいた質問になっておりますので、ね、なんかそういう言い方するか。この箱の中から出てきた質問には何でも答えてください。そのほなでやっていきましょうか。やっていく。はい、ででん。振り歌詞を覚えるときにしていることやコツは。あー、千葉ちゃんどうなの。ございません覚えられない人だ振りに関してはね、歌詞はどうなの。はい、読んで歌って覚える。反復練習でも家とかでも流しておけば覚えるよ。うん、覚える。確かに。この間ね、あのこの間のライブでもこんな歌は千葉ちゃんでもライブ中歌詞飛んじゃうから、うん、あるある飛んじゃうし、俺のパート歌ってるし、なんかいつもはハーフ、うん、ハーフでやってるやつをさ、うん、フルでやってるそう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 ちょっと2番わかんない。そうだから誰でもミスあるから頑張れ。いやそういう質問じゃないのよ。あのコツでしょ。全カットでお願いします。じゃあ次行きましょう。サックテールテールテール。はい、キャラ君に質問です。ファンの方とお話しするときに気をつけていることや大切にしていることは何ですか。キャラ君が話が上手いからね、うん、話すときに気をつけること、うん、いや俺 MC とかでは話上手いって言われるけど、うん、ファンの人と話すときめっちゃ下手だよ。うん、例えばどんな感じ。なんかちょっと範囲やっていいですか。あ、はじめまして。今日かっこよかったです。ありがとうございます。なんか選びましょうか。はい、やめてください。じゃあこれじゃあもう選びます。二度と来ない。緊張しちゃうの。緊張しちゃう。なんか向こうから話してほしい。なんかはいはいはい、今日こんなことあったんだけどって言ってくれた。あ、そうなんだって言うから。あー、そうだ。確かに、そう確かに、こう話が広がる、うん、確かに、確かに、うん、そうだね。嬉しい。うん、次行ってみます。はい、メンバーさんの好きな女性のタイプを教えてください。特にシュン君、もう一回聞きましょう。あそれ行こうよ、それ、シュン君の好きな女性のタイプ聞いてみようじゃん。あ、ワイか。あ、好きな女性のタイプ、そうだな、口調が優しい人かな。評価機、評価機、評価機。口調が優しい人がいい。そうだね、口調があんま良くなかったりするじゃん、ライブ中。あ、だから、なんかその逆に得点会で、なんかこう、ね。じゃあ、シュンやるから、口調優しい。あ、逆にね。やり、逆にね。いくぇ、シュンピー。いやいやいや、ごめん。うぃーしゅんぴー優しくない。怖い、逃げてる。そう、人見知りだからちょっと怖いになってました。俺に関しては考えられいや。いやー、くず養っていい。え、公平どうなの。公平どう。難しいですね。はい、あ、いいね。メンバー全員で1週間旅行行けるとしたらどこに行きたいですか。1週間か。1週間か。ちょっと無理だな。ちょっときついね。しろよ。1週間か。場所変えたくなるな。1週間か。1週間同じ場所が来てから。いや、なんか海外行きたいな。え、海外。海外も。そうです。パスポートないから。あ、まあそうね、ちょっとパスポート期限切れちゃったからさ。あ、そうだよ。じゃあ日本国内やな。そう、日本国内だと助かるな。いや、作ればいいやん。日本だとしたらどこがいい。日本だったらどこか。沖縄。え、俺も沖縄かも。しばちゃん家、実家。いやいやいや、しばちゃん家に1週間は入れんぞ。なんか静かなところに壊される。京都とかか。あ、いいね。あ、いいね。京都行きたい。京都いい。金閣寺。俺京都行ったことないけど。金閣寺行ったことないの。え、みんな京都行ったことないの。え、奈良でした。え、なんか学校の、なんか学校である学校的なので行ったことない。俺だって修学旅行で行ったの長野だもん。学校によって違うんだ。いいやん。長野に何しに行くで。
いやなんか本当は毎年京都だったの、うん、でもなんか先輩がちょっとなんか素行悪い人たちで、あ怖い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 、おかげでなんか京都できんみたいになっちゃって、学校ができんになってるから俺らは、俺らの年から長野に行くっていうのを、あじゃあ京都行けないね、絶対お寺になった、知ってる、あのシャルフの次の代から長野もためになったらしい、なってない俺らの代にやらかしてない私だけ何かになれるとしたら何になりたい？おー何か貝かなでも動物になりたいな、鳥とか、あーでも自由にさ、飛んでみたいよね、確かに上から見たい、コニちゃんかな、やっぱり、まあ、猫はいいよね、猫か、うん、あの小学生とかになって学校行きたい、あ、わかる、おーコナン君みたいな感じでしょ記憶はある絶対楽しいよ、やーば言うよね、1年生まで小学校1年生だと思うから、そうだね、小学校5年生ぐらいになっても多分溶け込めるもん、まあね、次行きましょう、はい、お風呂に入った時どこから先に洗いますか、また体を洗う時はどこから洗いますかと、俺に先手言わせていい、大丈夫大丈夫、ちょっとピーとか入れて、まあ、お風呂入った時、まあ、最初は頭から洗いますね、いやいやいや、なんでピー言うの、なんでそれピー言うみんなは逆に、いや、頭から、頭から、頭から、頭よ、さっきも左肩交互に洗うの、ね、絶対左投げのピッチャーだから絶対シャワーこうやって上から浴びてる時こうやってやってるいや俺どっちかだったら、あーどっちかよ、ずっきり全然ついな、感度高そう、次行こう、はい、はい、またシャルくんに質問です、多いねシャルくんが妹にするならどんな子がいいですか、ノーコメントで、妹にするなら、うん、そうか、妹いないからな、お姉ちゃんはいるもんね、そうそうそう、妹にするならか、でもなんかちゃんとお兄ちゃんって言ってくれる子がいいな、あーいいねあーシャルフやるなんて、うん、お兄ちゃんちゃんと言うこと、かわいい、言うこと聞く系、なんて言われたい、妹にお兄ちゃん、お兄ちゃんがいる、うん、なんかいろんな種類があるじゃん、てかさ、あの妹いるじゃん、なんて言われてんの、え秋に食べるもので一番好きなものは何ですか、秋に食べるもの、すき焼き、栗、栗じゃない栗意外だな、本当に好きなのその顔なのよその顔はダメなのよ秋って何なのね、サンマだろ、あサンマは美味しいよね、はいはいはい、サンマサンマ、じゃんじゃん、でんブザー、ブザーさんメンバー全員に手紙を書いて読んでくれますか、また嬉しいですか、はい、あ嬉しい、全然嬉しいです、俺ら全員読めますし、ね、俺ら結構手紙とかもらったら結構読む、読む、読むよ、嬉しい、手紙は嬉しい、ブザーのメンバーの女の子の好きな服装は、あーあいいじゃん、まあ、それは分かんないな、たまにさ、なんかどういう服装の女の子好きですかって言われるけどさ、その子に似合う服装みたいな、まあ、そりゃそうだよ、まあ、そうだよね、難しいよね、でも俺ロングのワンピースとか着てたらかわいい、あなんかラフだけどみたいな、はいはいはい、なんかジャージがいいな、ジャージが似合う子がいい、ワイが基本ジャージだからさあ確かに確かに、ジャージが似合う子がいいな、お前に服装変えますゆうやしは、俺はね、あの肌が見えてたらいいな。じゃん。お母さんの作るご飯で一番好きなものは何ですか？ああ、自分ね、ニラ玉が好き。お母さんが作ってくれるニラ玉が大好きなんです。ニラと卵のあえて。ニラ玉うまいよね。ニラ玉美味しいよ。お母さんの作るニラ玉マジでうまい。あるよな、ね、お母さん。お母さんが作るものを話すって面白いね。面白い。いや俺はハンバーグとあのトマトのスープが好きで。トマトのスープ。そう。なんかトマト
とキャベツとかそうコンソメとか入ってる、はい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 、キャベツとかなんかそういうのめっちゃ煮込むやつあーうまそう、ひき肉とかさ、優しいやつな、そうそうそう、めちゃめちゃ偏見だけど千葉ちゃんってマサコンっぽいよねめちゃめちゃ偏見だねそれ一回も出したことないと思う一回も言われたことないけどなんかそう思っちゃうなんかでも仲はある、ね、そうだね、仲良さそう、喧嘩しなさそう、普通に好きですけど、うん、はい、さくらお母さんの料理なんてもう何年も食べてないな思い出すんだよあでもコロッケ、あなんかじゃがいもとお肉がいいね、肉がなんかしっかり入ってるよ、それが大好きです、揚げ物をする家、うん、あすごいね、しない家とかいやしないよ、うちあんましないよね、しないよ、あ、しないんだ、揚げ物ってめんどくさいんじゃない、一人暮らしとか絶対しないよね、あ、確かに確かに、僕らとかで出てきないもん、絶対できない、確かに、なんか揚げ物やる家、料理好きなんだなって思う、うち上がってくるのかよねうち油から上がってくるよ旬から出た油ってくるじゃん、ツアーの遠征するときにこれは必ず持っていくものはありますか、トランプ少年少年なり修学旅行でもさ、俺これだけは絶対きついなってのがあって、あの首枕、あ、わかる、あ、それだわ、はい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 、ドライヤーとか、あ、あわかるわかる、ホテルのドライヤー、そう弱いよ空気が、うん、扇風機かって感じだからさ、自分と思ってて、ねドライヤー、はい、ドライヤー中の傷まないドライヤーだからさ、そうだね、そう、もうこれだけは俺は頑張って、あのホテルのめっちゃ弱い風でずっとバカバカ30分くらい時間かかるわ、シャンプーリンスとかね、持ってる、あー、これホテルの現状だったな、キシキシしちゃう気がする、あのドンキホーテとかで100円くらいめっちゃ買ってるね、いつも買ってる、皆さんは泳ぐのは得意ですか、得意な泳ぎ方、そして最高何メートルまで泳いだことがあるか教えてください、最高マニアックだな3キロ泳いだことあるの、え、3キロ、あのライフセービングの免許持ってるから、その免許のテストで遠泳しなきゃいけなくて、え、それで海を3キロ泳いだ、え、やばってことはさ、あのブリーフみたいなやつ履くってこと、そう俺あれ履いてる人にすごいなって思ってた、ね、めっちゃ怖い奥、何も見えないからさ、まあ、そうだよね、マジ深いから黒い、え、サメ来たらどうしようみたいな、わかる、いや、海怖いよね、海普通に恐怖症だった、あれ、3、ブザーの皆さんに質問です、これだけは他の人には負けないというアピールポイントをぜひ教えてください、あーパワーパワーなんてパワーパワー、喧嘩する気満々やん怖いな、顔かな、まあだろうね、うん、うん、そりゃそうに勝てねえばかりは何とも言えないけど、そのキャラ使えこれは、人として俺ら悪いよ、何だろうね、サクサク SAKU サクくんです、うわ、しばちゃんです、にゃあキルルンキルルン、シャルちゃんです、はい、全力低身長、御年26歳、ふやきゅんです。ファビュラース。ブル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 。シュッピでーす。むずっ。僕はね、ブリの大根が大好きです。